ソフトドリンクのカルピスウォーターが一つ、はい、あとゆずサワー、ゆずサワー、はい、かしこまりました、はい、お願いします。ありがとうございます。3年記念日おめでとう。今日は3年の記念日なんだけど、プレゼントがなくてごめんね。うん、節約のためだもん。でも朝喧嘩したのがあれプレゼントだよ。なんで喧嘩したのがプレゼントなの？お互いの意見を言い合って、お互いのなんか気持ちをプレゼントしたって感じじゃあ、お互いに一つの質問して、お互いが答えないといけない。いいよ。じゃあ、ぷーちゃんがさっき。ふーちゃんは台湾に帰りたいと思ったとき、どうする？どういう意味？悲しくなって台湾に帰りたくなるときとかあるでしょ、うん、そういうときはどうやって我慢するの？本気で台湾に帰ろうと思ったことないから。ないんだ、うん、もし辛いこととかあったら、一人で泣いて嵐の曲を聴いて元気を出すように頑張るって感じ。本気で帰ろうとは一回も思ってなかったかもしれない。次、ルちゃんの質問ね、うん、ルちゃんの一番嫌いなところと一番好きなところ。一番好きなところは、何事にも純粋、もう何も疑わず信じてくれること。嫌いなところは計画がきつすぎること。どういうこと？何事もズバズバ言ってきて、相手の気持ちを考えずに言ってくる。あー、でも考えてないわけじゃないよ。自分なりに考えて喋ってるよ、喋ってるから。自分がそれがふじゃの気持ちかなとか、うん、または自分がそう言ったのが一番わかりやすいかなっていう気持ちが先に、だからその後のことを言うの、うん、なので これは考えずにじゃなくて、こっちの優しさだから、もし優しさが合わないなら、またお互いで話せればいいと思う。おいい話が聞けました。そうだ我刚才讲话的时候脸都是整个这样往上抬的，就是不然现在鼻孔看人，现在就要这样子讲话，我刚才超丑的啦。
かんもういかん。おい、ちょっと待って、問題あるから。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。